皆さん、こんにちは。今回は、声優、榊原淑子さんをご紹介いたします。限られた時間ですので、作品数を絞りました。どうか、ご理解ください。榊原さんが、アニメでの声優デビューされたのは、1981年の六神合体ゴッドマーズでした。その後、風の谷のナウシカのクシャナや、ゼータガンダムのハマーンカーンなど、真の強い役を演じ、注目を集めました。それでは、80年代の作品をご覧ください。皆さん、聞いてください。この天変地異は、一時的なものではありません。マルメル星は、地軸に異常をきたしているのです。ギロンたちは脱出計画を立てています。マルメル軍の攻撃が止んだのもそのためです。マルメル星は、マルメル星は崩壊しようとしているのです。ケツネコロッケのお銀。ゆえあって友引商店会に助立ちいたします。師匠、この勝負負けるわけにはいかない。あなただけには。今の私は女じゃない。ケチなはぐれ者の立ち食いしよう。勝った。鮮明でもパターンが映るようになっただけいいじゃないの。時間が経てば完全に映るようになるかもよ。そうでしょうか。あなたに入れたエネルギーは高純度のタートル号用のですもの。きっとそうなるわ。安心していなさい。ありがとう、レディーさん。さ、あなたも休みなさい。はい。宇都宮刑事、もう大丈夫なの？キャッツアイは？まだ現れないわ。あ、夜間飛行の香り。低圧位看護を受けたようね。キャッツアイと同じ香水の方に。くれぐれも市場は抑えてよ。あなたは本当にこの世からいなくなってしまったのですか。今でも私の後ろにあなたがいて、そっと笑いかけてくれる、そんな気がして。でも笑顔のあなたが消えていった時、初めて気づきました。私にとって一番大事な人だったと。巨神兵を復活させ、列強の干渉を排し、奴と共に生きることだ。見ろ。虫にか。我が夫となる者はさらにおぞましきものを見るだろう。腐海を焼き、虫を殺し、人間の世界を取り戻すに何をためらう。我が軍がペジテから奪ったように奴を奪うがいい。守ってみせるって言ったろ、ジェリド。ママ！ジェリド、ジェリド。生き延びること、戦うこと、あなたにとって今はそれが正しい。十三番地以来また会ったな、シャ。この縁、不思議とは思わんぞ。永遠に切れない仲らしいな。それもいいだろう。良い返事だ。ということは、英雄語は勝ってスペースコロニーを支配していたザビ家の復興を認めるというのだな、艦長。艦隊の士気を高める。ホロスコープは。栄光あるネオジオンの兵士たちよ。かつて我々を暗黒の世界に押し合った者どもは、今我々の足元に愚かなる人間たちに思い知らせる時が来たのだ。今や地球圏は我々ネオジオンのものだと。機は熟した。共に戦おう。ネオジオンのために、ネオジオンの栄光のために。ネオジオン万歳。サマウサマ万歳。つかぬことをお尋ねしますが、実はうちのマミがいろいろ教えていただいてるうちに遅くなったって、そう言ってるんですが。はあ、まあそうですか。あなた本当ですってよ。こだわってきました、この3年。宗像仁がなぜ私よりもヒロミを選んだのかと。お父様、もう二度と口にしませんから、一度だけ言わせてください。宗像仁は私にとってお父様を除いて初めて、生まれて初めて素敵だなと思った方でした。ヒロミ。はい。
この試合見てくれてるわね。きっとどこかで。ご承知のように工場から出荷されたばかりのレーバーは基本動作しか組み込まれていない生まれたばかりの赤ん坊のようなものです。レーバーを生かすも殺すも蓄積されるデータ次第。そしてここで使用されるレーバーは特殊二課という組織の性格上、その使用目的が戦争だと分かっていて、なお課長はそのようにおっしゃられるんですか。フレーテリカ。はい。11年間の時間をようやく取り戻せたような気がしますわ。デトクが私のファーストネームを呼んでくださったのはエルファシル以来です。覚えてらっしゃいます。要するに結婚してほしいんだ。二人の年金を合わせたら老後も食べるには困らないと思いますわ。それに私の両親は8歳違いでした。そのことをもっと早く申し上げておくべきでしたわ。そしたら。返事をまだしてもらってないんだが、どうなんだろう。え？イエスですか、カッカ。イエスですわ、カッカ。喜んで。それでは、続けて90年代から現在までの作品をご覧ください。まあ、ムーミン谷の幽霊が羨ましい。どうして？だって、今まで私が会った人たちは私を遠くからチラッと見ただけでも、まるでウサギのように逃げていくし。話しかけようものなら腰を抜かすか気絶するかどちらかだったわ。だから、あなたたちもびっくりさせてはいけないと思って隠れていたんだけど。はい、室長。確かに準備はしましたが、TI プラスミドの高純度ベクターによる、しかしそれは実験室の規制レベルを。わかりました。誰が夢を手放すものか、誰が大人になんかなるものか。夢夢疑うことだから、夢見る子供の夢の夢。いいだろう。これからも一人で生きてやる。永遠に一人で。若く、美しく、生きてやる。私は木下薫子。本日より牧刀所内において特別捜査の指揮を執ります。最近都内で頻発している高級車盗難事件のことは職務承知のことと思う。つい先日それがこの牧刀所管内でも発生した。手口から見て同一犯の犯行である可能性が極めて高い。私をなめるな、重木。私は命令を下したぞ。何も変わらない。サーチ&デストロイ、サーチ&デストロイだ。我々の邪魔をするあらゆる勢力は叩いて潰せ。逃げも隠れもせず正面玄関から撃って出ろ。全ての障害へと罪押し潰し粉砕しろ。大丈夫です。あの三人の父上たちは侍の魂を持った最後の三人、近藤勇、土方歳三、沖田総司なんですから。今回こそ。殺生丸、そなた人間が嫌いではなかったのか。それが人間の子供を2匹も連れて餌にでもするつもりか。さあ、私はこの冥道石を預かっただけだから。公安局は捜査権を失った。はい。極めて特異なケースだ。その過去の事件とやらに未解決のものがあるかね。いえ。シビラシステムはすでに復旧している。その脅威に対抗できるただ一つの存在、それがアリシヒの戦船の魂を持つ娘たち、カンムスである。偽装と呼ばれる武器を装着し、生まれながらにして深海星艦と互角に戦う能力を持つ彼女たち。払い、その電気に伝わる話はここまでです。
魔女の村に戻ってきたフェオドラはその後艦長になり、次期艦長にこの話を交渉し、千年本にすることを禁じました。臆病な人間たちと私たちが歩み寄るためにはまだまだ時間が必要だと考えたためです。ご視聴ありがとうございました。高評価&チャンネル登録をお願いいたします。